JR 南波駅、JR 南波駅、JR 南波駅は、大阪府大阪市何和区港町一丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本関西本線の駅である。駅番号は、JR97 道線の終着駅で、山和地線の愛称区間に含まれている。大阪南の繁華街に含まれる南波に位置し、大阪市高速電気軌道。 大阪メトロの南波駅、近畿日本鉄道、近鉄、阪神電気鉄道、阪神の大阪南波駅にも近接している。南海電気鉄道、南海の南波駅、大阪市営地下鉄の日本橋駅ともナンバを多く、地下街を介して結ばれているが、ある程度距離がある、後日、かつては、関西本線の始発駅として、東京、名古屋、 伊勢方面の優等列車が東駅始発で運転されていたが東海道新幹線や東海道本線経由の優等列車及び近鉄特急と競合した結果1973年に全廃された以後東駅発着の列車で鴨モ駅より先に直通する列車の設定はない駅開業の1889年から1994年まで港町駅と称しており 道頓堀川八丁の一つである道頓堀港町駅開業時は大阪市南区港町に開業したことによる。ただし、当時の港町の範囲は道頓堀川に面した強小なもので、西成郡南馬村、後大阪市に編入され、南馬東園市町にもまたがっていた、現在の港町の範囲は1980年に拡大されたものである。 1989年の駅移転によって、元来の港町から完全に離れて、南馬川にのみ位置するようになり、地下駅化して、私鉄、地下鉄の南馬駅と連絡する計画もあったため、1994年9月4日の関西国際空港開港と同日に JR 南馬駅に改称された。なお、正式駅名として JR を冠したのは、 JR グループ各社を通して初めてで、駅名にアルファベットが入ったのも日本では初めてである。これ以降、JR 西日本の近畿エリアの新駅では、駅名に JR を冠したものが登場するようになった。新今宮駅が管理する直営駅で、JR の特定特市内制度における大阪市内に属している。IC カード乗車券、ICO カの利用も可能である。 相互利用可能 IC カードは、愛子家の項を参照。今宮駅から続いた地下線の何はトンネルによる、島式ホーム2面4線を持ち、大阪市ティアターミナル、オキャットの真下にある、地下駅である。河川は、交代河川である。終着駅ではあるが、東端式ホームではなく、将来の何は筋線延伸を見越して、通過構造となっているほか、1番乗り場と4番、 乗り場の奥に引き上げ線がある。有効長は8両編成分だが、使用していない部分も含めると10両編成分ある。ホームは主に1.2番乗り場には普通電車が、3.4番乗り場には快速電車がそれぞれ発着する。1994年9月4日から2008年3月14日の間は、関空快速、東駅関西空港駅間が、 昼間1時間に1本発着しいた。1996年、平成8年3月に地下化される前は、地上駅で、串型ホームを設置していた。ホームの表示は2.35.6番線、後に2.34.5番線、さらに1.24.5番線、そして0.12.34番線に変更となっていて、欠番となっている番号は、 蒸気機関車付け替えのための木回し線に当てられていた、後に撤去。国鉄時代は、急行、か須川は2番線、夜行寝台急行、ヤマトは3番線から発車していた。西側に、貨車入れ替え用の線路が広がり、駅走車場内の南端には、蒸気機関車の転車台が設けられていた。現在は、新興局詰め所。また、 道頓堀川から入り堀が改作されていた。南側には留置線が広がり、夜間大白の車両が留置されていた。駅には町の東西を結ぶ歩行者用の古線橋、地元の人は高橋と呼んでいたが掛けられていた。駅の東側の古線橋上がり口付近には、駅職員のための構成施設、理髪室、浴場も設けられており、地元の人も利用できた。 また、車両が通行できる踏切は、駅南側にあり、それも、貨車入れ回線を横切る長さ50メートル近い踏切だったため、時々、開かずの踏切となっていた。地元では、降車時に、北端の改札まで行かずに車掌に切符を渡し、ホームの南端から、古戦強化の通用門を通って、出るようなこともあった。 2017年度の1日平均乗車人員は24,668人である。南波の中心地から離れていることや、利用客が大和寺線の沿線ぐらいであり、他の南波駅と比べて利用者が少ない。また、近年では大和寺線の快速が当駅始発から環状線直通にシフトしつつあることも要因である。天王寺駅まで阪和線や大和寺線を利用する。 場合であっても、天王寺駅で御堂筋線に乗り換えて、中心地に便利な南馬駅を使うものが少なくない。大阪府統計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。南馬駅及び大阪南馬駅とは、地下道や地下街で結ばれている。大阪メトロ4つ橋線の南馬駅及び近鉄、阪神の大阪南馬駅、西口とは比較的近いが、 大阪メトロ千日前線、御堂筋線の南波駅とはやや離れ、南海の南波駅とはかなり離れている。最低でも徒歩10から15分程度はかかるため、南海との乗り換えはこの駅よりもむしろ二駅先の新井馬駅の方が便利である。南波新地、現、中央区、南波及び南の南北基軸となる、新斎橋筋、恵比寿橋筋からはやや西へ外れてしまう反面。 南堀へのアクセスが良く、最寄り駅の一つとなっている。また、大阪メトロ千日前線の桜川駅へも、徒歩数分で行ける。何はトンネルの地上部、地下改善の線路跡は、南橋を草敷津公園と称する都市公園となっており、南北に細長い区画を有する。大阪市ティアターミナル、オキャットの2階に、港町バスターミナル、古庄は、 乗り入れ各社により異なるがあり、関西国際空港や大阪国際空港行きのリムジンバスや日本各地への高速バスが発着している。また、千日前通り沿いに大阪シティバスの JR 南波駅前バス停がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。